はいどうも、妖怪三国志国取りおず今回もやっていきます。今回はね、皆さん今回はどんな感じですかね。あれなんだっけアンカップコインも100連回そうと思った。これね、100枚貯まったんで回そうと思います。鬼釜がね、私はサブアカは1凸まで行ったかな。このアカウントは3凸かな。メインアカは3凸。スキル継承の羽はね、1回出ましたね。1枚だけだけど。はい。という感じでやっていきましょう。まあ、なんとかね、昇格はできまして、次のね、昇格が大事になります。次の昇格すると、軍団支給になって、四天童子のね、300もらえるので、これもらえるのがいいのと、あとね、報酬がね、良くなるんですよね。今、部隊長級かな。で、軍団長級になると、宝珠がね、1回にもらえる宝珠が10になるので、これはね、まだまだ、残り8日間だから、まあ、15、6戦あると思うんだけど、非常にね、倍違ってくるんで、まあ、大した違いじゃないかもしれないんだけど、はい、それがいいと思うんで。行きましょう。四天童子もね、多分次で100で、もう明日、明後日にはゲットできるんじゃないかな。軍団長級昇格できればね。はい、という感じで、やっていきましょう。まあ、無事ね、昇格もできまして、総合はただね、820位で、ちょっと750以内はね、かなり厳しいんだよね。小生だからね。サーバーにはね、確か225位だっけ375位内と一緒だっけね。はい、まあまあまあ、それでも鬼釜が強くなるでもいいんじゃないかな。で、あとね、バレンタインキャンペーン、かなり神イベントじゃないのっていうね、かなりすごいですね。まあ、チョコリーナがもらえるのもいいんだけど、このバレンタインミッションがすごすぎますね。限定チョコボックスっていうのが、まあ、30個、100個、300個、500個とね、4個。集められるんですけど、この中身がね、凄まじい。素晴らしいですね。なんで、ここにはないな。まあ、チョコリーナね、強化キャンペーンも、まあ、あるっちゃあるんだけど、ほんと記録じゃねえや。持ち物か。これが、どうなんだろう。当日に、またこの辺ね、エンマとか、吹雪姫からプレゼントあるか分かんないんですけど、このね、チョコボックスが本当に素晴らしくて、そう、なんと超過者チケットあるんだよね。なんで結構報告で転生ゲットしましたとかってあるので、もうかなりいいんじゃないのっていうね、良きなんじゃないっていうね、感じですね。ランクアップも今1位取れたんですけど、やっぱ昇格するこの羽がいいよね、このフェザーがね。はい、というわけでバレンタインログインボーナスもね、いいのでぜひね、はい、頑張っていきましょう。ランクアップいいじゃんね、楽しいぜ。私はね、ちょっと、それでミッションはね、こんな感じで、クーニャン4凸までいったな。こんな感じでさっき言ったね、ミッションがあるんで、ぜひクリアしましょう。4周年ポイントはね、これは課金なんで、はい、この質問1000回ぐらい来たな、ほんと。まあ、関わってもね、マックスまで。頑張りたいと思います。気力体力ショートもね、頑張りたいと思います。こういうの好きだな。はい、という感じでチョコボックス、まあ私はね、超ガシャチケットかな。みんなも超ガシャチケットにする。本当にありがたい。あとログインボーナスってもらえるのかな。もらえるね。3日目にもらえるんで、ぜひね、ログインだけでも超ガシャチケットがまたもらえるから、また2枚追加できてね。なんかもともと不具合で10枚ね、無料配布あったんだけど、いいですね。これは本当にいいね。私はもう今引きたいとこなんだけど、あと10連確定なんで、まあだけどね、もうちょっと次に温存しようかなと、ちょろっと思ってて、ギリギリ21日か、21日じゃない、20日にゲットしようかな。19か20日ぐらいに、私はゲットしようかなと思っております。あと質問もらうのが、やっぱり小生召喚だよね。小生召喚が相変わらず
っぱブリー隊長欲しいからね、大辞典で私はもうね、修正召喚しちゃったんですけど、ここでね、あの対象の妖怪でジバニャン問題あったと思うんですけど、ジバニャンはね確かエラベールとかにいるので、なんだっけショップでも、それでもね凹凸しなきゃいけないからあれ大変だよね。このショップにね、ウインフラ妖魔札か、妖魔札の使い道も難しいんだけど、ね、このお助けコインねとか、あと選べるコインね、これで交換してなんとかするのがいいと思います。まあコインはね1マイル、あ 1枚、10マイルもらえるので、私なんかねもうコイン交換しちゃったりしてます。それで、あのなるべくねマイルを貯めたり、これはいいか、しています。まあ一応小生召喚はね、この大辞典のここね、あでこのハテナ押すとね、いろいろルール書いてあるんで、まあぜひね、あのちょっとね4凸しなきゃいけないって、かなり今 A コンとか B コンとかそういうのなくなっちゃったからね、かなりきてるね、という感じです。一応私は今は不思議、今何勇まし、起点同時今360か、まあまあまあ順調ですね。これでゲットしたいなと思います。で鬼釜は2100か、なんで、まあ、これもなんか長寿凸いけんじゃねえかな、長寿凸じゃねえか、5凸ね、もう3凸までいってるんでね、あと1500で4凸いけるって感じで、鬼釜はいいね、強くてね。はい、というわけで今回その鬼釜ガシャです。やりましょう。私スーシちゃん30連ドボンでしたじゃあ100連いきます。まあこれね、小生確定がワンサが出てくれるから嬉しい。でそしてごめんね、さっき言ったのがエラベールコインか、これね、ここにジバニャンいるんで、あれジバニャンいねえ、あいるんでね、ここでっていうのがいいんじゃないかな。まああとはね、国取りコインとかでね、国取りコインでこういうの小生召喚の妖怪ね、使え積み上げるしかないよね、もうっていう感じで、はい、このお助けコインね、これでマイルが10マイル貯まるんで、だから100マイル貯まるんでね、なんで、まあ、無駄じゃないかなっていう感じに、こうね100マイル貯まるんでなっております。じゃあちょうどよく運も落ちたところで、あと今ね4周年で無料ガシャ10連がやってます。月曜になったらね最後群馬神かな、はい、じゃあ100連ちゃっちゃといきましょう。なんかね、OK、二次カップなんか4個ぐらい一気に来てほしいんだけどね、個人的には。さあ早速4個ぐらい、2個か、あ10、なんかサブアカでやった時はやたら50は出たんだよな、なんか4個ぐらい一気に来てほしいな。もうさ1500集めなきゃいけないからさ、10なんて言ってる場合じゃないの。あ、これはジバニャン付きだ。あと私あのダークなやつ見てないんだよね、小生確定早く見たいね、もうほんと早く転生確定やりたいんだけど。あ、3個だ、なんか改善してきましたね。10 10 10、頼むね、しかしなんで全部10なんだよ。まあでもなんかこれで 10が6回、これはダメ、ダメな場合はもうショックになっちゃうね。まあでもマイルが貯まるからいいでしょう。さあ40連目、普通にサブアカの時10、20とか出たけどね、これが組んだ。10、羽出てほしいな、キーキンチ玉、危ねえ。このジバニャンね、ジバニャン不足問題なんてまさか出ると思わないよね。
水ざっくり、あ、金がでかいバージョンですね。まあこれがベーシックだよね。この金のさ、しぶきがでかい。1個か。え、調整だよね。中身は多分調整ですね。あ、羽が出た。100が出ました。いいね、100がついに出た。お、ジバニャン、金のジバニャン。金だとな、あ、これで変身、途中変身。ジバニャンでも途中変身パターンがあるんだ。ボン、転生確定ね。なんかいろいろ全部知りたいよね。10巻、まあでもいいんじゃないでしょうか。あと40。OK。 お、ざっくり。あ、ジバニャンないパターンの水しぶき最近バージョン。金か、金だと1個なんだよな。でもこのパターンってさっき羽が来てくれたような気がするんだけど、あ、やっぱ羽が来た。お、また10。羽に来ますね。羽大事じゃない多分ね。この箇所ね、300連ぐらいできるんですよ最後ね。またジバニャンじゃねえ、これ羽パターンじゃないですか。もうここで小正確って多分全部出たんだかな。羽出る、羽、極楽経験玉、そして10。さあラスト20。金がでかい。あ、ジバニャンいた。金でジバニャンもいるんだな。ズワン、あの水しぶき違うパターンね。1個羽、10、ひたすら10。でも今回100が出たからね。はい、なんとか鬼釜ね、ごとつしたいですね。さあラスト、ラストダメでした。30連だけドボンか。まあでも別格的じゃない、来たらいい人なのかな。はい、という感じで100連やってみました。皆さんどんな感じですかね。このタスクコインとかね、うまく使ってなんとか調整しようかね。みんな頑張ってほしいな。やっぱブリー隊長重要だからね。あとシチューの試練とかもすげえあれだよね、大変だよね。1回で200しか集まんないんだね。これダメだった、金だ。さあこれで妖怪は、また明日も妖怪か。はい、という感じでした。まあね、まだまだね、あの上位に入れば、上位ね3に入んなきゃいけないんだよね。うん、4位だともう2枚、1枚とかなっちゃって。まあでもどんどんねランク上げていくと最後20枚、まあ大将軍になったことないけどね。まあとにかく、とにもかくにもこの昇格ね、軍団長、なんとしても軍団長に、ね、なるようにみんな頑張りましょう。まあ、ちょっと今回ガチミドロの戦いになるかもしれませんが、はい、そんな感じで見守っていきたいと思います。ちょっと電池なくなってきちゃったな。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。ちょっとねカカオいいね、バレンタインが良すぎてちょっとびっくりしちゃうけどね。はい、これは集会やったるでという感じですね。カカオ集めね、頑張りましょう。ラストは、まあ、1000ぐらいだからね、あっという間ですね、8日間。はい、集め頑張りましょう。じゃあ今回こんな感じにしようかな。一応鬼釜さんはここですね。あー、でも700ぐらい落ちたな。700落ちないか、1000、まあでも500、700落ちたね、1500だったっけ。まあまあでもいいんじゃないですかね、100が出たんで、ちょっと今後も期待したいと思います。あと羽もね3回ぐらい落ちたんで、
はい、もう300、もう3、もう200連ぐらいできると思うんでね。はい、そしたら使いたいなと思います。19枚ね集まりました。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。素晴らしいねこれね、このカカオチョコね、ぜひ集めてください。交流ポイントでもいいよな、これ過去最高にすごいプレゼントだな。すごいよねこれね、やっぱ教科書チケット回したいよな。ね、いいね。